いつも頑張ってるとくたびれてきちゃうわけですよ。スマホ老眼。20代でも老眼になっちゃうんですか？みんなで生きよう100年チャンネル。どうも、梶原です。高本です。よろしくお願いします。スマホ、はい、好きだよね。好きです。ねえ、あんまり近くで見てるとスマホ老眼になっちゃうよ。スマホ老眼。でもだってまだ僕20代ですよ、うん、老眼にはまだ早くないですか、うん、老眼には早いんですけど、全然。老眼ってある年代になるとですね、目の中に入ってるこのね、水晶体ってこのレンズですね、中の方ですね、うん、これがね、だんだん硬くなってきて弾力がなくなってきて、うん、それでピント合わせの幅が狭くなるっていうのがまあ普通の老眼なんですけど、はい、だから若いからその柔らかいうちは大丈夫みたいなことじゃないですか、うん、そう、大丈夫なんですけどね、はい、こっちで説明した方がいいね。はい、このレンズの厚みが変わることでどこにピントが合うか決まるんですけど、本当の老眼じゃなくて、この厚みを変えるためにね、働いている毛様体って筋肉があるんですよ、ここにね。はいはいはい、うん、でこの筋肉がいつも近くを見るとギューって頑張ってないといけないわけです。でね、いつも頑張ってるとくたびれてきちゃうわけですよ。筋肉疲れてきて動きづらくなるってことですね。そう、だから最初のうちは頑張ってるんですけどね、はい、長時間近くを見てるとだんだんこれ頑張り効かなくなって近くが見にくくなるというようなのが、いわゆるスマホ老眼って言ってるんですけどね。へー、うん、じゃあその若くても20代でも老眼になっちゃうんですか、うん、そうだからね、一時的なんですよこれ。基本的には一時的、疲れが戻れば戻るんですけど、はい、スマホだけじゃなくて近くを見てれば全部そうなるんですけど、はい、スマホでそうなる人が多いからスマホ老眼って言ってましたけど、まあ、最近の若者もずっとスマホ見てますからね。僕もそうだけど、じゃあこれ今さっき先生筋肉だって言ったじゃないですか、うん、鍛えればウェイトリフティングとか、うん、鍛えれば強くなるの、鍛えましょうよみんな。え、そういうことですよね先生今日。いや、そうじゃないですね。え、そうじゃないですか、うん、うん、あのね、これは鍛えてもそんなに強くならないですよ。へぇ、うん、ここボディービルみたいにブクブク膨らんできたら大変でしょ。逆に膨らんだら大変。むしろ休ませた方がいいんですよ。あ、そうなんですか。休ませるの簡単なんです。遠く見ればいいんだからね。ほら、ただ近くを見てるとくたびれてくるわけだから、遠くを見るようにすればいいわけですよ。休ませれば老眼にならない。若い人だったら戻るってことでいいですか。へぇ、老眼状態かどうかってもう確かめるためにね、はい、何でもいいんですけど、まあそうですね、そのスマホでもいいし、はい、遠くからあってだんだん近づいてきて、はい、どこでぼやけてくるかなってやるわけですよ。どこまで見えるかなってことですか。ね、でね、頑張ればある程度近くまで行くんですけど、はい、頑張らないとぼやける。あ、この辺かっていう感じになってくると思うんですけど、ね、なるほど、うん、じゃあ皆さん今ねやってみてください。こう遠くから近くに、まあ40センチぐらいはあった方がいいと思いますよね、うん、40センチ。あるいはね、まあよくこういう指紋なんかでもいいんですけどね。指紋で指で、うん、どこまで近寄っても見えるかなっていう感じですね。お、僕めちゃくちゃ近く見えますよ、うん、そこでスマホも見える。見えます、うん、だ、まあそれはね全然問題ないです。あ、問題ない、やった、うん。40センチより遠くじゃないと見えないのはやばいってことですね。そうですね。まだ若いってことですか僕は。まあそうですね。やった。全然大丈夫。全然大丈夫、うん、よかった。でも逆に見えない人いるってことですよね、スマホ老眼って言葉が、うん、まあそうですね。だからそれがね、本当の老眼か、はい、スマホ老眼か、うんうんうん、まあそれはまた確かめる方法はないですけど、はい、調子がいい時はよく見えて、長時間スマホ見てたり近く見てたりして見えにくくなってきたら、うん、まあそれはスマホ老眼かもしれないですね。あ、なるほど。じゃあ一回休ませてみましょう、うん、皆さんね。遠くが見えなくなるっていうのも、はい、疲れてきてピントを近くに合わせられなくなるのが、まあ、スマホ老眼状態なんですけど、はい、逆にね、いつもギューってしてるから元に戻りにくくなるっていう状態もあるんですよ。あ、はいはいはい、それが調節緊張症って言ってね、はい、遠くが見えにくくなるんですね。あ、それとじゃあスマホの方がちょっと別。そう、まあ結果として逆なんですけど、はい、まあ毛様体っていう筋肉に負担がかかってるってことには変わりないですね。なるほど。どっちみち休ませることが大切なんですよ。だからなるべく5メーター以上の遠くを見て、はい、っていうのを繰り返すってことですね。うん、先生ちなみにじゃあ、まあ、さっき負担をかけるみたいな話をしたじゃないですか、うんうん、なんか普段やってて良くないこと、うん、悪い習慣みたいな。それはね、もうたくさんありますよ。いくつか教えてください、うん、まあとにかくね、だから近くで見ると良くない。これ良くない、うん、はい、
それからスマホに限らずパソコンでもそうだし、読書でも勉強でもそうなんですけどね、はい、一生懸命やってるとだんだんこう近づいてくるじゃないですか。確かにもういつの間にかこう、ね、猫背になったりしますよね。 それを気をつけて見てる距離をちゃんと取るっていうことですね、はい、それが一番大事なの。あ、これが一番大事、うん、おー、じゃあ皆さん近くなってるなと思ったら、うわーやべやべ、スマホ老眼になるわと思ってこう話す、うん、これ大事ですね。そうですね、はいはいはい、どうでしたか今日のスマホ老眼について役に立ったでしょうか。いや本当老眼にはなりたくないです役に立ったと思ったらいいねマークを押してチャンネル登録をお願いします。お願いします、はい、それからベルマークを押してもらうとお知らせがいきます、はい、はい、チャンネル登録をするとベルマーク出てきます。それじゃあまたね。